こんにちは、すのこです。さあ電波人間やっていきましょう。お、今日宝箱開く。なんだ、福引券3枚、ゴールド 10% スイートピーの種。スイートピー。さあ今日のレアキャッチはどんなんでしょうね。ほうまたすごい、おお、金の全部直すがいるね。直すがいるか。うん、また玉ねぎ、玉ねぎ頭が今あれですかな。かわいい、これよく見たらクマさんじゃん。クマさんも結構大変って聞くけど、どうなんでしょうね、作るの。でも体格はちょっと大きくないかな。はい、こんな感じですね。お、蓄えるもいいね。さあハロウィンイベントの続きやっていきましょう。お話も聞いていきましょう。大抵変わったりするからね。この前パティシエさんのお店を覗いたら、壁に不思議な衣装をかけてあったわ。彼っていろんなものを集めるのが趣味みたいね。それをもらえるってことだよね、カヌレと。昔の人ってどんなお菓子食べたのかな。パティシエおじさんみたいな洋服が欲しいなマジでジェモリのあの服。大きなお屋敷には昔の宝物があるんだって。他にもお菓子の研究家として有名なんだってよ。あのでっかいボロボロのお菓子拾ったことあるよ。あちこちに隠しちゃった。君か。あ、え、そういうこと。あちこちに隠しちゃったっていうのが町で拾えるよってことなのかな。我が家の倉庫で古い書物が見つかって、材料を保管していた。どんなものであれ全く腐らなかったらしい。にわかには信じられんが興味深い話だよ。それで古のカヌレは、え、いけるようになってる。なんだこれ、どこ、ん、え、あ、古のカヌレ、こんなところに、なんか地下に行けるようになってるこういう風にあのカヌレが街に落ちてるらしい。2週目からだからカヌレも探した方がいいよって感じかな。わしがまだプリティでラブリーな少女の頃、母親がこっそり隠してたお菓子を見つけたことがあってな。確かカヌレとかいうお菓子で食べてみたら、そりゃうまかったの。またうちの師匠に協力してくれるんかい。古のカヌレを探してるんだ。これは最後に行くとこですからね。お、あった、古のカヌレ、ここにありましたね。ハロウィンとかお菓子とか子供たちのお楽しみもいいけど、大人ももう少し楽しめると嬉しいよな。終日飲み放題とかさ僕お酒あんまり飲めないから、あんまり飲み放題頼んだことないですよね。また来てくれたんだな、ベイベー。古のカヌレ生み出し、お金、お菓子を生み出し、世界中の子供たちハッピー届けたいぜ。今も昔はず、村外れ、昔外れじゃないや、大昔のお菓子だから研究するにはそれなりの量が必要なのさ。 OK、 なるほど、ここで話さないとダメってことね。やっほー、探してくれるんだね。いきます。あ、50ゴールドになってる。古のカヌレじゃない、キャンディー。あ、こいつだな、多分ゲットしてないの。この毒の方だ、毒毒ドールだな。ここの飴玉小僧だけボスの中で証がない。またあったね。もしかして君たちは不死身なの。ここにあるすべては永遠の闇の力で守られてるのさ。このカヌレが腐らずに残しているのもその力のせいなんだね。なかなか食べるのはきついよね。でもね、地上だったらとっくに消えてただろうよ。そんなことより今度は俺の餌になれ。遠慮してねえでかかってこいや。証は落としてくださいませ。飴玉、甘いのかなやっぱり。出ろ、お、出るんじゃないこれ。飴玉つくの証ゲット。残り毒毒ドールだけだな多分。ここはカヌレ、あ違うやっぱ初回だけなんだな、カヌレ出んの。
なかなかこれ集めるの大変そうだ。ドクドクドールの証出てくれ。そしたら証コンプだよ多分。ん？ドクドク、あ、やったこれ多分証コンプした。キャンディー、イニシエのカヌレ2個もやった。あ、イニシエのカヌレ出ましたね。イニシエのカヌレが敵から出るから敵は全部倒した方がいいですね、やっぱり。ほら、2個も出る。この狼がなんかレアドロップでめちゃめちゃいいの落とすらしい。分かっただろう、ここにいる限り我らは永遠なのだ。じゃあ君たちは、ごめんなさい、いつまでも悪だけにもするんだね。ごちゃごちゃうるさい、おとなしく我らの餌になるがいい。まず餌をいただきます。55ボルト。餌になる覚悟はできたか。狼の装備お願いします。どうだ、イニシエのカヌレだけでした。またやってきました。懲りずに舞い戻ってきたか。懲りるのはそっちの方だろ。君たちって一体いつからここに住んでいるの。いつ、お前たちが想像も及ばぬ遥か遠き時代だ。地上を支配していた我らをここに追いやった種族こそがお前たちなんだ。それは仕方ないよ、だって君たちは地上のみんなを苦しめてたんだから。たわけたことを。いずれ地上は再び我らのものになるのだ。故にお前は安心して我らの餌になるがいい。じゃあドーナツいただきます。地上から消え失せるがよい。クリスピークリームドーナツ食べたいな、久しぶりに。ほい、イニシエのカヌレが出ました。お、お墓のレプリカやった。これがあれかな、レアド、あの宝箱のレアドロップですかね。何個ゲットしたのかな。お、14個。よし、今リボンまで来たんだよね確か。ハロウィンマントは15個。やばイニシエのカルネ全然ダメじゃん。ちょっと待って、めちゃくちゃ必要じゃん。ちょっと待って、いくつ必要なのか。ハロウィングローブは25個、30個、え、100個ぐらい必要じゃん。70個ぐらいか。じゃあ、はい、帰ります。ハロウィン装備はなかなか大変ですね。まあ3回ずっと行っていく感じで、え、9日で集め切りましょう。ということで、ズーン、やったー。魔女の服、魔女の袖、黒猫ブーツ、魔女の帽子、かぼちゃパンツゲット。よし、じゃあちょっと装備してみよう。魔女の服、恐怖散歩、誘惑散歩、相手にやるやつだねこれね。魔女の服、魔女の帽子、経験値プラス 10%、 AP がプラス2、魔女の袖、麻痺プラス2、闇攻撃なり、あ、全部相手系だね。相手にやるやつ。かぼちゃパンツ、ゴールドプラス3、かわいい。かわいいの。
で最後が黒猫ブーツで、逃走確率アッププラス 14%。 じゃじゃーん、はい、かわいい黒猫ブーツ、いいね。はい、こんな感じで、明石コンプ装備はもうすぐにね整いました。これでもう明石は別に必要ないかな。あとはイニシエのカヌレをいっぱいゲットするっていう感じですかね。さあ、それじゃあプレゼントの方見ていきましょう。七瀬さん、かぼちゃドールのガシャもみんないっぱい潜ってるんですかね。ハロウィンイベント、トリックマイマイありがとうございます。アメモグラの証にかぼちゃドール、そしてゆいたろくん、アメモグラの証、しまくり名人ピーくん、かぼちゃドールの証、ひなりゅうさん、かぼちゃドールの証に、ひなりゅうさん、そういえばあのお墓を欲しがってましたね。僕ゲットしましたよ、お墓。チーム見てゆうすけ、アメモグラの証に、ルナさん、かぼちゃドールの証、カイオン、しまきてさん、雷ゴケの証ですかね。ありがとうございます。チーム見てゆうすけくん、そりゃ見てなかったな、見るか。あ、すごい、こうたくんが一番右にいるね。こうたくんで挟まれてんじゃん、顔こうたくんじゃん、それ。え、すごいね、こうたくんを完全遺伝さ。あ、ほっぺのあれがないわ。何がないのかなと思ったら、ほっぺのやつがない。すごい、こんなに綺麗に双子できるんだね。はい、ということで、まあ、これからもですね、イニシエのカヌレをゲットしに、どん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 進めていきたいと思います。ということで、よかったらまた次回も見てください。それでは、つちのこでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。